スターホースポケット。日吉はるかです。好きなものは可愛いものです。今週はレースがあります。馬体はいい感じですね。嬉しそうですね。なんと一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。今年も名勝負が期待できるか。和産地北海道で行われる大一番、札幌記念 2000m、 まずまずのスタートといったところであります。先頭に立つのは何か。先頭に立ったのは片野大天馬。その外に11番上海エース、12番平安ワッセルが上がってまいりました。それから離されまして3番セサロニアン、第1コーナーに向かいます12頭。それから7番ストロングファイザースタート表、その外北西ヤンガー、そしてその後ろから石庭竜王、内を通ってスルスルと成り立ちからが上がっていきました。4番ヒットザマーク、それから8番ゴールデンアイ、しんがりから成田大進であります。もう一度前から整理してみましょうか。2馬身くらいの差をつけて12番平安ワッセルが先頭です。今日も勝利をつかむか。片野天馬と竹豊騎手、その外からは11番上海エース、そして4番手にセサロニアンであります。その後ろ3馬身くらいあってストロングファイザースタート賞がかわしていきました。北西ヤンガー成り立ちからがそのうちにいます。そしてその外に6番石庭竜王、4番ヒットザマーク、ちょっと離されましてゴールデンアイ、成田大進、徐々に差を詰めます。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。先頭行くオレンジの帽子は片野天馬。さあ先頭は片野天馬が半馬身リード。先頭は10番片野天馬、上海エースが2番手、内から1頭スタート後ろ片野天馬1着。札幌記念勝ったのは10番片野天馬だ。1着、2着、3着、
じですね。クエストを達成しました。今週はレースがあります。馬体はいい感じですね。嬉しそうですね。ただいまより投票受付を開始します。
菊の興奮冷めやらぬ淀の舞台12頭がスタートの瞬間を待っています。さあ飛び出した12頭。10番ブライトムーンがちょっと立ち遅れ、先行争いであります。エルカーサリバーが上がってまいりました。内から1頭3番ベガ、9番雪の美人、内を通ってスルスルとベストダンシングが上がっていきました。各馬第1コーナーに差し掛かります。黒い帽子にご注目ください。これが一番人気の片の天馬であります。それからこれも人気を集めておりますスターバレリーナ、その後ろ5馬身くらいあって5番ヤクモアサカゼ、そして外からは11番ノースフライト、それから1番ダンスダンスダンス、その外に北斗ベガ、トーラナゴンがその後ろ、この辺りちょっと離れているブライトムーン。もう一度先頭から順番に参りますと、先頭行くのはベガ、1馬身リードエルカーサリバー、その外ベストダンシング、それからもう一頭雪の美人、注目の片の天馬と見ない騎手、一番人気の重圧をどのように跳ね返しますか。そして6番手にスターバレリーナであります。それから5番ヤクモアサカゼ、外を通ってノースフライト、そしてその後ろから1番ダンスダンスダンス、その外からは4番コクトベガ、これと一緒にトーラナゴン、その後ろ3馬身くらいあってブライトムーン、依然先頭ベガ。さあ京都競馬場のスタンドから大歓声が上がります。片野天馬は5番手といったあたり、さあ先頭はベガが2馬身リードの片野天馬、懸命に追う、外からは片野天馬、先頭はベガ、ノースフライト抜群の手応え、ベガ先頭、片野天馬が先頭に並ぶ勢い、先頭は2番片野天馬、1着2番片野天馬、 G1 初制覇。もっと上を狙っていきましょう。聞いてくださいよ。